東北六県の生協連が。この冬の灯油の価格抑制と。安定供給など。を東北経済産業局に要請しました。東北六県の生協連の幹部らが。今日。東北経済産業局を訪れ。家庭用灯油に関する要請書を提出しました。要請書では。生活必需品である。灯油の安定的な供給体制を確保し。 価格の抑制を図ることや。低所得者や年金生活者などに対する支援を求めています。また。過疎地などへの供給拠点の維持と。配達業者への支援なども要請しました。私どもの,のようなこう。 非常にこう寒い地区においてですね、本当に生活必需のものでありますので、要請をさせていただいております。宮城生協の今年の配達灯油の暫定価格は18リットル当たり2,052円と去年の同じ時期と比べ288円、一昨年と比べると576円高く過去最高値となっています。